こんばんは、ハレリア。こんばんは、ハレリア。お元気でしょうか。こんばんは、小太郎さん。こんばんは、ひかるさん。こんばんは。ハレリア、アメン。今日はちょっと暑かったぐらいでしょうかね。なんか関西の方はね、大雨が降りそうだというのを聞いておりますが、ピラメキさん、こんばんは。リトルさん、こんばんは。キュウちゃん、今日も素晴らしいタイトルですね。勉強します。ありがとうございます。皆さん、私たちは毎日学んでいます。今は男性が女性にいじめられてるそれは言えるかな皆さん、私たちは毎日学んでいます。神様に学んでいます。神様の御言葉を学んでいます。私たちは霊的なことを学んでいます。皆さん、私たちは、イエス様の弟子です。イエス様の弟子で、私たちは本当に、真理を学んでいるのです。私たちは本当に大事なことをしております。そして皆さん、考えてください。半年前の皆さんと1年前の皆さんと今どうですか。お近いですよね。ダヨンさん、ハレルヤ。ちょっと開始早々なんですが、皆さん、半年前の、自分と1年前の自分はどう違ったかね。もう大きく違ったと思いますが、ちょっとエビ明かししましょうかね。じゃあ1年前はいいかな。1年前の自分と今とどう違ったか。イエス様の御言葉を学んだらどう違ったか。イエス様を信じたらどう変わったか。エビ明かしスタート。1年前の自分と今どう変わったか。体重が変わりました。はい。以前は心に雨が降っていた。今雨で心が晴れた。以前は仕事が忙しかったが、今は以前は満たされてなかったけど、今は油注ぎがある。以前は心が狭かったけど、今イエス様と天国にいるみたい。以前は無宗教だったけど、今はイエス様の子。以前は信仰を学んでいたけど、今は信仰が自然になった。以前はイエス様を信じていなかったけど、今は信じている。以前は暗闇だったけど、明るい未来が待っている。以前はヤフミ放送だったけど、今断然Qちゃん放送。以前は生きる意味が分からなかったが、今この放送を見て真理が分かった。以前は地獄だったけど、今天国。以前は女性が気になったけど、今イエス様が気になる。以前は聖書が分からなかったけど、今聖書を霊的に感じる。以前はネガティブ、今はポジティブ。ねえ。はい、ありがとうございました。ちょっとやってみただけなんですが、はい。ありがとうございます。1年前と今と大違い。ね。1年前と今と大違い。なぜ皆さん、1年前の自分と今と大違いかというと、皆さんが御言葉を学んでいるからです。皆さんが信仰を学んでいるからです。皆さんがイエス様と関わっているからです。以前はイエス様の祝福を受けていなかった。イエス様の恵みを受けていなかった。
今は信仰によって祝福を受けているからです。恵みを受けているからです。恵みを受けているからです。皆さん、その神様なしでは人生は変わらないのです。神様なしで心は変わらないのです。神様なしで、私たちは、元気にならないのです。この放送で生きがいを見つけました。皆さんがイエス様を知ったのです。イエス様の力を知ったのです。イエス様と関わることによって、変わるんだ。イエス様から目に見えないけど、力がもらえるんだ。自分が祝福されているんだ。祝福されているんだ。イエス様によって導かれているんだ。皆さん、イエスキリストに会って、イエスキリストに属するものは、素晴らしいのです。イエス様の心を学びました。そうです、私たちはイエス様を学んでいることであり、イエス様の心を学んでいるのです。イエス様を学んでいるのです。イエス様の心を学んでいるのです。それがとても大事なのです。そしてイエス様と関わっていることによって、イエス様に祈っていることによって、イエス様から祝福されているのです。イエス様の愛で救われました。イエス様の愛で救われました。すいません、このシャツがチカチカして申し訳ありません。皆さん、これからますますです。これからます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 イエス様から、祝福されます。イエス様の愛で救われました。熱心に求めましょう。熱心に求めましょう。決してイエス様から離れてはいけません。イエス様をこうね、見失ってはいけません。いつも目の前に置いてください。いつもイエス様を目の前に置いてください。イエス様を無視してはいけません。イエス様と共にいることです。イエス様と共に歩むことです。いつもイエス様が皆さんの中におられます。イエス様と交わること、イエス様と共に生きること、イエス様は喜ばれます。皆さんが、神の子になったのですから、神の子となったのですから、皆さんがこのイエス様と共にいることが、イエス様が喜ばれます。イエス様が喜ぶのです。そして、皆さんはもっともっと愛されるのです。もっともっと愛されるのです。皆さん、私たちが何をするべきなのか、どのように生きるべきかをしっかりと理解しましょう、しっかり、真理を理解して、神様の御心がどうなのか、神様が、どういうことで喜ぶのか、神様の御心を知るのです。神様の御心は愛です。私たちを愛しているのですから、私たちも神様を愛そうではないでしょうか。神様は変わらない方なのです。私たちが、神様から、この心を、背けてはいけないのです。いつも神様に、向かう必要があるのです。ぜひ皆さん、皆さんがこの放送に来ることによって、皆さんがこの放送を見てくださることによって、皆さんは、イエス様にとどまることができると思いますが、しかし、しっかりその真理を学ぶことによって、真理を学ぶことによって、力強い人生、力強い、力強い生き方をしてほしいと思います。今晩は女性についてなんですが、女性解放運動、少し前にですね、何十年か前にフェミニズムと言っていいのかな、女性解放運動がありました。祈り会楽しかったですよ。アメン。その女性の男女が平等ではないということで、
ね、男女が平等ではないということで、男女平等法ですか、そういう法律もできましたが、しかしですね、男女平等というのは、法律で、決まったとしても、心がもし、正しくなければ、女性に対する差別もあると思いますね。で、もう少し詳しく説明しなきゃいけません。なぜ、女性が虐げられているか、もちろん男性が虐げられているということももちろんありますが、社会的には女性が、虐げられているということが多々あると思います。それはそれなりの理由があるのですね。理由があります。まず一つ目の理由が、創世記のこの間アダムの呪いっていうのがありましたけど、今日はエヴァの呪いっていうのがありまして、アダムとエヴァが、神様の言うことを聞かなくて、神様に呪われるわけですね。その呪いが、この、アダムの呪いとエヴァの呪いがあるんですが、創世記3-16、これがエヴァの呪いですね。エヴァの呪い、私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。エヴァの呪いはですね、まず一つは、出産の苦しみ、女性が赤ちゃんを産むとき、陣痛がありますね。本当に動物はそんなに苦しまないのに、人間はものすごく苦しみます。これがエヴァの呪いですが、もう一つは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。男が女を支配するね、男が女を支配する、これがですねエヴァの呪いなんですね。エヴァの呪いで、これは意味が、霊的な意味があります。霊的な、意味がありますね。それはそのアダムとエヴァが神様の言うことを聞かないで、サタンの言うことを聞いてしまったということなんです。つまり、そのある意味では人類がこのサタンに支配されているということなんですね。神様に支配されなければいけないのに、サタンに支配される。そして、男性は、神を表すですが、アダムとエヴァが罪を犯したことによって男性がサタンのようになってしまう。つまり、人類がサタンに支配されるということが、女性が男性に支配されるという形で表されているわけですね。ですから男尊女卑というのは、エヴァの呪いであり、そしてサタンが人間を支配しているということを表すんですね。サタンが人間を支配している、これが男尊女卑の本質だということですね。そういうことの中で本当の女性解放というのは十字架なんだということですね。十字架こそ本当の女性解放運動なんです。どうして十字架が女性解放運動かというと、イエス様が助けに来てくれた、人間を助けに来てくれた、サタンから助けてくれる、イエス様がサタンと戦って勝利した、白馬の王子みたいなもんですね。イエス様は白馬の王子、白馬に乗って助けに来てくれた。そしてサタンと、戦って、勝利した。それが十字架ですね。ですから十字架のおかげで私たちは、
サタンから解放される、サタンから救われるということで、これが本当の女性解放運動ですね。これが本当の女性解放運動です。そしてですね、それまでは、その十字架によって呪いが解放されると、その妻は本来の、ね、夫がイエス様を表しますから夫に従うことができます。しかし以前は、そのサタンに支配されている時は夫に、逆らったというか、罪というのはそういうものだということですね。つまり、妻が夫に逆らい、夫が妻を愛せない、それが、その罪の結果なんだよ。罪の結果というのはそういうことなんだということですね。そして、その呪いから断ち切られるとこういうことができますね。エペソ6の5の22、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。人間が神様に逆らうように妻は夫に逆らってた、それが妻罪だということですね。それからもう一個はこっちですね。25ですね。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。つまり、その、悪魔が、その人類を愛せなかったですが、しかし、キリストが教会を愛し、教会のために十字架にかかったように、夫は妻を愛せるようになる。夫は妻を愛せなかったのに、十字架のおかげで、夫は妻を愛せるようになる。ね。26。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためである。つまりですね、次も読もうかな。ご自身や、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会を、ご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。つまりですね、ウェディングドレスは真っ白じゃないですか。それはイエス様の血潮によって妻がシミも傷も非難されるところのないものとして清められて、十字架によって清められて夫の前に立つためだということなんです。女性がウェディングドレスを着る理由は、十字架によって清くされたということを表すんですね。つまり教会が十字架によって清くされた、人類が十字架によって清くされたということを表すんですね。ですから、ウェディングドレスというのは聖書から来てるんだよ。聖書から来てるんだよということですね。そして、レディーファーストっていう言葉知ってると思うんですね。レディーファースト。このレディーファーストっていうのは、その女性が最初だよということ。白い衣と同じですね。白い衣は、良い行いという意味もありますけれども、イエス様の
その血によって清められたという意味があります。そして、ファーストレディじゃない、レディファーストですね。ファーストレディは大統領の奥さんのことファーストレディっていうのかもしれませんが、レディファーストですね。このレディファーストっていうのは女性が最初、例えば、ドアを開けて最初に女性が入る、これレディファーストですね。これはキリスト教の文化の中にあると思うんですが、日本人の女性がアメリカ行くと、レディファーストでなんか非常に、尊重されているようで、嬉しい気持ちになるようですが、日本はまだまだ、でも最近の若い人たちは意外とレディファーストかもしれませんね。昔の男性に比べて今の男性の方がちょっとこうアメリカの影響もあってちょっとこうレディファーストになってるんではないでしょうか。日本はまだまだ男尊女卑？あ、そうですか。で、仏教ではですね、仏教ではなんか女性が成仏しないっていうのを聞いたことありますよ。男性だけが成仏して、ありがとうございます。男性は成仏するけど女性は成仏しないっていう話聞きましたし、イスラム教ではもっとひどいんですね。イスラム教では男性はパラダイスに行くけど女性はパラダイスに行かないとかですね、それから女性は学校に行かせないとか仕事をさせないとか、そういう男尊女卑があります。いろいろニュース見ればすぐ分かりますけど、本当にこう、この世というのは、この世というのは男尊女卑が多いですね。つまり、男性と女性というのは、女性の方が弱い立場が多いですよね。いろんな意味で女性が弱い。で、本来はその弱い女性を男性が助けたり守ったりしなければいけないのに、罪のゆえに、女性が虐げられているという構図があります。そこで、クリスチャンは、こういう言葉がありますね。第一ペテロ3章ですねの 7ですね。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。つまり女性っていうのは、肉体的にも精神的にも弱い、その弱い女性を、わきまえて、尊敬しなさいということですね。ですから、クリスチャンになるということは、男尊女卑をやめるということですね。クリスチャンになるということは女性を守る、女性を尊ぶ、その弱い器だということをわきまえて、僕も女性に優しく接することを心がけています。アメン。女性に対して横暴になってはいけない、女性に対して乱暴してはいけない、女性に対してそのね、紳士にならなきゃいけない。紳士、ジェントルマンですね。で、ジェントルマンといえばイギリスですが、このジェントルマンというのは、要するにクリスチャンのことですね。ジェントルというのは柔和という意味ですね。信仰によって油注ぎによって私たちは柔和になります、寛容になります。それが、ジェントルマンですね。ですから、女性に対して乱暴な人はジェントルマンではない、ね。罪人は女性に対して乱暴だということですね。イエス・キリストを信じて、紳士に弱い、リトルさん、紳士に弱い、そのクリスチャンというのは女性に対して、ね、紳士にならなければならない、優しくしなければならない、そういうことですね。そういうわけで、本当の女性解放運動はまさに十字架なんだ。本当の女性解放運動というのはイエス様が、
私たちをその解放してくれるんだということですね。ですから女性の方々、なぜこの世が男尊女卑なのか、なぜ女性がひどい目に遭うのかというのは、まさに悪魔の世界だからだということですね。悪魔がこの世を支配しているから、男性が悪魔に、騙されて、男性が悪魔に騙されて女性を苦しめているんだという構図を知ってください。そのこの世が悪魔の世界だということを理解してください。これがエヴァの呪いだということですね。それに対してイエス様は助けてきてくれたんだ。イエス様は白馬の王子なんですね。イエス様は白馬の王子。それはどういうことかというと、悪魔から救ってくれるということですね。でも女に生まれてよかった、イエス様によって救われた。そして、もちろん女性だけじゃなくて男性も救われるわけですけれど、それは悪魔から救われるということを表します。悪魔から救われる。そういうわけでぜひですね、イエス様の御心は、まあ、その男性が女性を敬って守って、キリストが教会のために十字架にかかったように、愛するということですね。で、女性は教会がキリストに従うように、教会がキリストに従うように夫に従順になるという、つまり夫婦というのはキリストと教会を表すんだということですね。そういうわけで神様の御心が男女関係に表されているんだということですね。そういうわけでぜひ、この世的な女性解放運動ではなくて、聖書的な解放運動、聖書的な男女関係、聖書的な、在り方というものをしっかりと理解しようではないでしょうか。はい。そうですね。例えばですね、多くの男性は女性を、ね、情欲を持って女性を見ます。それは正しくないんですね。情欲を持って女性を見ること、これがサタンの目です。だからああいう、その非常に、まあ、公職的なものというのは、まあ、AV とかね、そういう公職的なものは全部サタンの目なんだよということ。だから男性の皆さん、ぜひサタンの目で女性を見てはいけません。それが情欲であり、それが、公職なんだということです。じゃあどうしたらいいかというと、イエス様の目で見るんですね。イエス様の目で女性を見たときに、それは神の愛で見る、情欲で見るのではなく神の愛で見る。今、世界中に、この、AV が多いのはまさにこの世が、罪の世界である、罪の世界で多くの男性がサタンの目で女性を見ているということを表します。ですからクリスチャンの皆さんね、そういう、肉で女性を見るのではなく、神の愛で女性を見ましょう。つまり、AV を見るというのは結局サタンの目なんだよということですね。女性を女性として見ているんじゃなくて、その性欲の対象として見ているんだということですね。そういうわけでぜひ、そういう、なぜ男性が、そういう情欲で、見るかという理由を知ってください。それは罪が理由なんだよ、サタンの目で見てるんだよということですね。ですから男性の皆さん、どうしたらいいかということを知ってください。悔い改めてイエス様を信じてください。悔い改めてイエス様を信じてください。そうすればサタンの心がなくなって神様の心が与えられます。神様の心が与えられます。ですからぜひ皆さん、イエス様が私たちの心を清めてくれます。もちろん女性も罪人です、ね、女性もサタンの目で男性を
見ることがあるかもしれません。ですから女性の皆さんも悔い改めてイエス様を信じて、サタンの目ではなくて神の目で男性を見るようになってほしいと思います。男女とも罪人ですから、男女とも悔い改めてイエス様の目が必要ですね。女性を神の目で見れないことは悲しいですね。アメン、アメン。はい、十字架こそ女性解放運動なんだ、本当の女性解放運動、それは十字架なんだよということですね。はい、それではですね、今日の証、何証にしましょうかね。はい、女性解放証女性解放証スタート、女性解放証スタート。難しい初めて見たけど面白いな。AV を見るのは罪だと思いました。麻生牧師のように9人子供が欲しい。女性にドアを開けてあげるようになりました。アメン。女性を差別することは良くないと思います。デリはもうやめようと思いました。女性を情欲の視線から解放してあげたいと思いました。アメン。家事からも解放して。霊的紳士になって女性を悪霊から守ろうと思いました。情欲の目で男性を見なくなりました。リトルさん、アメン。AV がコンビニからなくなりますように。アメン。霊的な目で女性を見ます。ナカンさん、性欲で女性を見なくなりました。アメン。キリスト教に興味を持った。聖書を読んだら性欲がなくなりました。私の中にいるサタンを討伐しようと思いました。女性は大切な家族です。ニコニコ生放送をやめようと思いました。宗教に興味を持ちました。子を産む苦しみはあるけど神の子を産む喜びは計り知れない。アメン。女性は男性のあばら骨からできたんです。主に交じりのない心で女性に接するようにしたいです。アメン。
クラスの女子をカリスマに誘いました。神の子を授かりたいです。女性は素晴らしい存在です。男女の違いはないです。この放送を見て DV をやめようと思います。もっとこういう放送が増えるといいなと思いました。デリがなくなればいいと思いました。キューちゃんの奥さんは幸せだと思った。アメン。こういう差別をなくす放送が必要です。この放送を既婚女性の板で宣伝してきました。中絶がなくなるといいと思います。バージンを守ろうと誓いました。中絶する産婦人科医者に説教しました。女性差別の日本は悔い改めるべきです。女性が男の情欲のために利用されることがなくなるようにお祈りします。できるだけ天国行くまで DT を守ろうと思いました。神の愛で世界が救われますように。イエス様の花嫁になりたいです。油注ぎによって、AV から解放されます。人間の力では難しいです。神様の力が必要です。神の力によって解放されます。ギャンブルもお酒もネトゲも油注ぎによって解放されます。タバコをやめたいです。ミスコン、ミスコン、あれも私あまり良くないと思いますね。やっぱり心が大事ですから、比べてはいけないと思いますね。比べてはいけない。みんながきれいな心になれば世界は平和になる。牧師さんのメッセージ聞き続けて情欲が消えました。神様の愛を多くの人が受け止められますように。油注ぎって何をすればいいのでしょうか。この放送で受けることができます。キリスト教の男性みたいに一途な男性と付き合いたいと思いました。信仰結婚してください。仕事以外の時間ずっと牧師のメッセージを聞いています。アメン。
イエス様のおかげで中絶した罪が許されました。ハレルヤ、アメン、アメン。40年前にキューちゃんと出会いたかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。はい、感謝します。アメン。はい、ありがとうございます。アメン。はい、そうですね、DV の問題もやっぱり関係がありますよね。結局 DV っていうのは強い男性が、まあ、弱い女性を暴力振るということですね。まあ、逆の場合もあるかもしれないけども、まあ、男性の方が、強いという、比較的強いということで男性が女性をいじめます。それはさっきのエパの呪いですね。エヴァの呪いであり、また人間の罪を表します。またサタンが人類を苦しめている、サタンが人類を苦しめているということを表します。ですから男性が女性を虐待するのはまさにサタンの支配、罪の支配、サタンの支配を表します。しかし男性が女性を敬い、男性が女性を守るのはイエス様が人間を救っていることを表します。イエス様が人間を救う、人間を愛していることが男性が女性を愛する、男性が女性を守るということで表されるのです。ですから皆さん、男性の諸君、男性の諸君、悔い改めて、女性に対して、イエス、キリストの愛を示してください。キリストの愛を示してください。女性の皆さん、悔い改めて、イエス様の教会が、キリストに従うように、まあ、結婚の場合だけですが、結婚の場合は夫に従ってください。独身の場合は、父親に従ってください。それは教会がキリストに従うということを表しています。しかし一番はイエス様に従ってください。イエス様に従う、これが信仰です。これが信仰です。皆さん、このように、聖書に基づいて、問題、人類の問題を見るとよく見えてきます。聖書を通して社会問題、家庭問題、人間関係を見ると、見えてくるのです。そしてどうしたらいいかも見えてきます。どうしたらいいかも見えてきます。はい、チャットが来てます。J さん、Q ちゃんこんばんは。昨日はありがとうございました。私はクリスチャンになってからも女性について偏見がありました。男性より仕事が遅いとか、車の運転が呪いとか、そういったネガティブなイメージを持っていました。しかし今日の Q ちゃん放送を聞いて深く悔い改めています。しっかり偏見や差別と向き合いたいと思います。女性を性欲の目で見たり中絶させたりすることは最悪なのだと分かりました。昨晩私の伝道放送後にある女性から問い合わせがありました。その女性はキリスト教を語るカルト牧師に騙されたそうです。私は彼女に見合う教会を考え今通っている牧師に聞きました。牧師は3つのカルトの条件を言いました。1つはしっかり神学を学んでおらず安守すら受けていない牧師、2つ目はオウム真理教のに偽予言を言いふらし信者や一般人を巻き込んで狂乱する牧師、3つ目は牧師活動、家族の誰もサポートせずむしろ家族から軽蔑され教会からも避けられている牧師。これら該当する教会や牧師はカルトと断言して間違いないと言ってました。皆さん、カルトに気をつけましょう。
カルトに騙されることなく真理に触れましょう。カルトは常に皆さんのそばにいます。アメン。もう一つ来ておりますね。もう一つ来ております。キューちゃんこんばんは。イエス様は男女関係、なく全ての人々にを受け入れて愛し救い解放することができる唯一の存在であると同時に、キューちゃんは日本のジェントルマンだと分かりました。自分も立派なジェントルマンになれるように祈りを続けようと思います。そして日本の放送も素晴らしい内容で、17時から20時はこの世界の次元とは違い、キューちゃんの世界または9次元のようでした。この放送で日本のリバイバルへのカウントダウンの時計の針も、10度、20度、30度と多くのスマイルを作るために進んでいると信じます。ネガティブからポジティブへの変化をもたらしています。この放送は神の祝福で、満ち溢れていると思いました。そして今ニコ生では多くのクリスチャンが生主となり、迫害などの悪コメに負けずに放送しています。ここにいるリスナーさんに伝えたい放送があります。はい、すべての方に神の祝福がありますように祈ります。アメン。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、本当にありがとうございます。小太郎さん、アメン。そうですね、皆さん、私たちは、イエス様から学ぶことによっていろんな問題が見えてきます。いろんな問題が見えてきます。この世だけの、議論では答えは出ません。この世の議論、この世の議論では真理ではありません。人間的な答えしかありません。しかしイエス様の、イエス様の教えから、イエス様の教えから真理が見えてきます。イエス様の教えから、イエス様の教えから問題の答えが出てくるのです。ですからぜひ皆さん、これからもイエス様にとどまってイエス様から真理を学びましょう。私たちは以前は愚かでした。以前は以前はですね、私たちは、サタンに騙されて、間違った考え方をしていました。罪によってサタンの考え方、サタンの思い、サタンが、の欲望を、満たすような生き方でした。ですから皆さん、大事なことは、ああ私はサタンの心だったんだ、サタンの心で女性を見ていたんだ、サタンの心で人を憎んでたんだ、サタンの心で、罪を犯していたんだ、このことをしっかり理解することが必要です。そしてイエス・キリストを信じて、そのサタンの心を取ってもらいましょう。洗ってもらいましょう。覗いてもらいましょう。そして油注ぎによって神の心、イエス様の心をもらいましょう。それが、とても大事なことなんですね。それが大事な、ことなんです。皆さんは今とても、そのイエス様から学んでいるのです。喜びましょう。そして、皆さんは、霊的なことを学んで、霊的なものことを学んで、正しいことができるようになります。良い木は良い実を鳴らします。悪い木は悪い実を鳴らします。サタンの心を持っている人は悪いことしかできないのです。サタンの心を持っている罪人は悪いことしかできません。サタンの奴隷であり罪の奴隷だから悪いことしかできないのです。しかしイエス・キリストを信じて、イエス様がその人の心の中に来るならば、その人は良い木になります。そして良い木になった人は、良いことができるようになります。悪いことをやめて、
悪いことをやめて良いことができるようになります。それが良い意味ですね。皆さん、人間は生まれつき悪い気です。悪い気ですが、イエスキリストによって良い気に変えられます。良い気になって初めて天国に行くことができます。ぜひ皆さん、悔い改めて良い気になりませんか？良い気になりませんか？私たちは、サタンから解放されなければならないんだ。サタンの奴隷から解放されなければならないんだ。皆さんの悩みはサタンの苦しみだということですね。この世の苦しみは、サタンの苦しみだということですね。私たちが幸せになるためには、どうしてもサタンから解放されてキリストに属するものにならなければ幸せにならないんです。リトルさん、良い気になりたい。良い気になりたい。アメン。ダヨンさん、良い気になります。良い気になります。アメン、アメン。ぜひ皆さん、皆さんが成長しています。1年前の皆さんと今の皆さんは大違いです。大違いですね。皆さんは今成長しています。成長しています。変わってきていますね。リトルさん、悔い改めました。以前は全く変わらなかった人生、以前は全く変わらなかった心が、イエス様のことを学ぶことによって、イエス様を信じることによって人生が変わってきた。心が変わってきた。いろんな状況が変わってきた。これは神様が働いている証拠です。神様が働くから心が変わる。神様が働くから生活が変わる。神様が働くから人間関係が変わるのです。日本はこれから変わります。日本はこれから変わるのです。皆さんが変わってきたので、皆さんが変わってきたので、日本も変わるのです。ですから、期待しましょう。希望を持ちましょう。神に期待するのです。神の力に期待するのです。ナッカンさん、マジで良くなってきました。アメン。私たちの希望はイエスキリストです。私たちの永遠の希望はイエスキリストです。イエスキリストによって日本は変わるのです。イエスキリストによって世界は変わるのです。イエスキリストによって皆さんは変わるのです。皆さん、イエスキリストに期待するものは幸いです。イエスキリストに信頼するものは幸いです。その方は祝福を受けます。恵みを受けます。招きをします。ね。今日は女性問題、女性解放問題を話しました。 DV の問題、 AV の問題、男尊女卑の問題、いろんな問題がありますけれども、電車疲れたけどまた元気出てきた、アメン、リトルさん、そういう問題がですね、イエス様によって解決するんだ。イエス様によってジェントルマンになれるんだ。イエス様によってレディーになれるんだ。皆さん、今日聞いて、ああ、そうなりたい。この放送を見るたびにイエス様を強く感じます。そのようになりたい、そういう心になりたい。悪魔の心を捨てて、神様の心になりたいという人。正しい心を持ちたいという人。正しい目を持ちたいという人。アメンと言ってください。アメン、アメン。救われたい、白馬の王子に救われたい、イエス様に救われたいという人。アメン、アメン、アメン、アメン。素晴らしい。アメン、アメン。昨日ですね、ある方からキリスト教と仏教の違いについてホームページを作った方がいまして、その方の作ってくれたのを紹介しますので、これ
一応キリスト教と仏教の違いですね、はい、これをですね皆さん関心がある方、見てください。はい、それでは今アメンと言った方、白馬のイエス王子に救われました。白馬のイエス王子に救われましたリトルさん、アメン。天のお父様、感謝します。以前は、知らず知らず悪魔の心でした。悪魔の心で、女性を見て、悪魔の心で男性を見て、悪魔の心で人を見ていました。悪魔の心で悪いことをしました。イエス様、以前は気がつきませんでしたけど、やっと分かりました。やっと分かりました。やっと分かりました。悪魔の心だったんですね。悪魔の心だったんですね。罪の心だったんですね。イエス様、悔い改めます。悔い改めます。罪を洗ってください。私たちの悪魔の心を取り除いてください。断ち切ってください。清めてください。イエス様、汚れた心を清めてください。清めてください。イエス様の心をください。イエス様の心をください。助けてください。救ってください。イエス様、清めてください。あなたの十字架によって罪が許されると信じます。あなたの十字架によって罪が許されると信じます。すべての罪を許してください。すべての罪を許してください。清めてください。清めてください。たくさんの罪を、たくさんの罪を許してください。今、アメンと言った方々が救われますように。アメンと言った方々が救われますように。悪魔の心ではなくて、神の愛で女性を見る。神の心で男性を見ることができるようにしてください。感謝します。イエス様、感謝します。日本がジェントルマンの国となりますように。日本がジェントルマンの国となりますように。男尊女卑の国からジェントルマンの国となりますように。イエス様、日本を神の国に変えてください。日本を神の国に変えてください。リバイバルを起こしてください。リバイバルを起こしてください。日本を救ってください。日本の罪を許してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。アーメン。アーメン。ハレルヤ。ありがとうございました。本当に、皆さんが変わってきたことはとても嬉しいです。ね。皆さんが本当に忠実に、熱心に伝道部屋に来てくださって、熱心に学んでくださったから、皆さんが熱心に学んでくださったから、本当に皆さんが変えられてきたことを本当に感謝します。そして、ますます変わっていくと信じます。ますます成長すると信じます。そして、皆さんの祝福が、皆さんの受けた祝福が、家族や友人や会社や学校に流れていくと信じます。あなたみたいな牧師さん見たことがありません。ありがとうございます。皆さんの祈りが聞かれてくると信じます。皆さんの、信仰が、その、皆さんの信仰が、その社会を変えていくと信じます。日本を変えていくと信じます。皆さん、心を合わせましょう。一致しましょう。イエスキリストにあって一致しましょう。御霊の一致、信仰の一致、ね、同じ心を持って、同じイエス・キリストの心を持って、一緒に歩んでいきましょう。そして一緒にサタンと戦いましょう。サタンと戦って、強くなってください。皆さん、弱くなってはいけません。恐れてはいけません。不安になってはいけません。イエス様が味方です。イエス様が味方です。皆さんがイエス様と言えば、イエス様は助けてくれますので、心配してはいけません。恐れてはいけません。主にあって強くなりましょう。強くなりましょう。強くなりましょう。サタンと戦いましょう。罪と戦いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また、皆さん、明日お会いしましょう。明日お会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。シャローン。
シャローム、おやすみなさい。シャローム、シャローム、アメン、アメン、シャローム、シャローム、アメン。